ブラックバーン、ブラックバーン、ツーブラックバーン、ブラックバーン、トレーナー、ブラックバーン R-1 ブラックバーンは1920年代のイギリスの偵察機である。ブラックバーンエアクラフトで製作された。ブラックバーンはイギリス海軍の関西の偵察機に対する要求書に対して開発されたものである。ブラックバーンダートの翼と後部胴体を利用し、胴体を再設計したもので。 パイロットはエンジンの上部に設けられた開放式のコックピットに登場し、後方紙は胴体内に登場し、胴体後部に重視が登場した。主翼は折りたたむことができ、上翼は胴体に直接取り付けられた。前方への一丁のビッカース固定機銃は操縦士のすぐ横に搭載された。原型機は1922年に初飛行し、12機の初期生産契約を得た。 ブラックバーンアイと命名された生産型は1923年4月にイギリス空軍に引き渡しが開始された。1923年から1924年の間にさらに18機が生産された。1923年にナンバー422フリート、スポッターフライトに配属され、イーグルの搭載機として地中海に展開した。 28機の追加生産型はエンジンを出力、工場型のネーピアライオン部位に変更して、ブラックバーン2となった。上翼は操縦性工場のために0.57メートルだけ、上型に移動させられた。何機かのブラックバーンは操縦装置を複式にして、練習機に改造され、すべてのブラックバーン I は、ブラックバーン2に改造された。1931年には旧式化したため、 フェアリーファイフによって更新された。ありがとうございます。